本日はミッピムジャパンにようこそいらっしゃいましたこれより東京都知事舛添陽一様による基調講演2020年オリンピック・パラリンピックとその先を見据えた東京のまちづくりを始めさせていただきますそれでは早速ご紹介いたします皆様拍手でお迎えください東京都知事舛添陽一様ですよろしくお願いいたします 今日はミピムジャパンの開催、誠におめでとうございます。えー、東京でこのような国際見本市が開催されますことを大変嬉しく思います。えー、開催都市の知事といたしまして、えー、ご参加の皆様方、心から歓迎をいたします。えー、さらに、皆様方の前でこうしてお話をできる機会をいただきましたことを、主催者の方々に御礼申し上げます。 さて今の世界を動かしているものそれは国と国の競争もありますけれども私は大都市間の競争が非常に大切だというふうに思っておりますこの都市の力が世界経済を動かしていくグローバル化ボーダーレス化が進みまして、人もの金情報が国境を越えて移動する中で その結節点としての都市の役割というのはますます重要になっていると思います世界の大都市が経済的豊かさ文化的魅力生活の快適さを追求して都市の力都市力の向上に努めておりまして非常に激しい競争の戦いにあるわけであります現在 われわれこの東京の一つの都市が生み出す総生産は、スペインの GDP に迫っておりますし、韓国一国に匹敵いたします。それから人口は、東京を中心とする首都圏で、2030年で3720万人、こういう数計もございまして、その点でも、この先も東京が世界一を保っていくと思っております。 この東京が持ちますポテンシャルを最大限に引き出してそしてこの東京を世界に向かって開かれた街にしていくそれが私の政策でありました、えー、とりわけ5年後にはこの東京でオリンピック・パラリンピック大会が開かれますそこに向かってさらにその先オリンピック・パラリンピックの前先を見越したそういう 東京のまちづくり、知事はどういう考えでやってるのか、どういう政策を出してるのか、今日せっかくの機会でございますから、皆様方に詳しくお話を差し上げたいと思いますあの。森ビルさんの関連の森記念財団というシンクタンクがありますけど、毎年、世界の都市のランキングを発表なさってます。えー、昨今のランキンンンキグ位位がロンドン2位がロドニューヨーヨク 3位がパリ、そして東京は4位であります、まあ、ずっとこの東京4位という順位が変わらないんですけれども、ロンドンが1位になったのは、2012年のロンドンのオリンピック・パラリンピックのあとでありまして、しかもですね、オリンピックで勢いが止まるんじゃなくて、さらに2012年のオリンピックを境にして、ぐーっともっと伸びていってる。 2位のニューヨークとの差を昨年はもっと広げていったと、私はこういう都市の発展の姿こそ、理想であると思っておりますし、ロンドンに学ぶところはたくさんあるというふうに思います。えー、昨年、ロンドンに参りましたボリス・ジョンソン市長ともそういう話をいたしまして、えー、そういう観点からも5年後のオリンピック・パラリンピックの準備を進めているわけであります。 そして昨年の末に、今から10年間を見据えた東京の政策を、東京長期ビジョンという政策集として、えー、まとめました、つまり、あくまで2020年は通過点に過ぎない、さらにその先も発展していく東京を目指すんだということでありまして、えー、世界一の東京にすると、まずパリを抜いて、ニューヨークを抜いて、 えー、2020年を過ぎると、東京がトップに躍り出ると、そういう大変野心的な目標を持っておりまして、そしてその世界一の都市になるというのは、生活習慣、文化、価値観など、人間の多様性が尊重されて、誰もが幸せ実感できる都市、誰もがそこに住み続けたいと、心から感じることができる都市だと思います。今日海外からたくさんのお客様お見えになっていると思いますけれども あのこんな楽しいいいはななと思いますこんなにおいしくいろんな国の料理が食べれることができる国はないそして、えー、私が今もう一つ目指してるのは世界の大都市の中で交通渋滞のない大都会それが東京になります今東京はたくさんの車が入ってますけどおそらく 皆さん実感で東京の道路そんなに混んでないじゃないか、それはそういう道路政策をやってますから、環状道路を3つ作ります、これがほぼ5年後に完成しますと、ただ通過するためにだけ、例えば西の方からやってきて東北のほうに抜ける、通過するために東京に入ってくる車、これが大体今、東京の車の半分です。 これが全部、環状ルートを使って入ってこなくなります。そうしますと、おそらく世界で初めて渋滞のない街、それが東京になるというふうに思っております。まあ、こういうことはの後ほど詳しくお話しますけれども、先ほど申し上げた長期ビジョン、これはですね、3つの重要政策について、まあ、いろんな政策を抱えてるんですけど、今日はですね、その中の3点について、 私のの長期ビジョンの中から話をしたいといと思いますら3点とは、一つは、2020年のオリンピック・パラリンピックを史上最高のものにするということでございます。そのための準備を進めているときに、東京都が張っているのに、国の国立新競技場が、新国立競技場がどうしようもない手いたらくだということで、私が今、厳しく批判をしているところでありますので。まあ、これは あの何とかしてオールジャパンで解決しないといけない問題だと思います。で、2番目は、経済をさらに活性化させて、世界中から人材、お金、情報が集まる街にするということであります。おそらく5年後の東京は様変わりしてて、国際金融のセンターも東京にある、ライフサイエンスのセンターも東京にある、そういうふうに変わってくると思います。で3番目が 先ほどちょっと申し上げましたけれども、広域的な交通物流のネットワークを形成することであります。まず最初のオリンピック・パラリンピック大会について話しいたします。で、えー、私はこのオリンピック・パラリンピック大会というのは、日本経済を再生させるためのベストのチャンスであるし、同時にラストチャンスだと。これ失敗すれば、日本経済はよみがえらないと。 この大会をしっかりと運営するそしてその後に何を残すんですかと、どういうレガシーを残すんですかということでありまして、そのため厳しい目で競技施設の見直しをやる、そして無駄なコストはかけない、立派なものを作ったけど、あとゴミ箱になったというんでは話にならないわけです。やっぱり競技施設はあと都民が有効に利用できる そして、本当にスポーツを楽しめる、そういうレガシーを残さないといけないというふうに思っておりますんで、レガシーというのはいかに大切かと、レガシー委員会というのは私の直属のもとに東京都に作りまして、今日これから午後もその検討をいたしまして、あらゆる観点からその問題を考えていきたいと思います。昨年の秋ににロンドンド行きましてススしてててチチャタマハウススでピー それからジャパンソサイティでもスピーチしましたけど、どうぞご,にご質問くださいイギリス、イギリスの方から質問あって、50年前の1964年の東京オリンピック、このレガシーとして新幹線、これが残りましたね、いや松知事さんあなたは2020年のオリンピック・パラリンピック、何をレガシーとして残すんですか、で私の答えは、水素社会、水素社会を残す。 今、臨海部に選手村を作ってますけれども、これを水素社会を実現する新しいニュータウンにする、そして、えー、例えばですね、今、トヨタが未来という車を発売しています、700万円かかります、水素、燃料電池車ですでこれ国は200万円補助金を出します。 しかし東京都はさらにそれに加えて100万円補助金出しますから東京都の皆さんあの車をお買いになれば700万ではなくて200プラス100、300引きますから400万円で購入できる。それから東京都内でガソリンスタンドを作ると大体1億円なんです。水素ステーション、ステーションないと充電できませんから水素ステーションは5億円かかる。これも我々が補助して ガソ,ガソリンスタンドと同じ1億円でできるようにやっていく、まあ、そういう施策を強力に展開して、水素社会の実現を図り、例えば選手村もエネルギー供給もこれは水素であると、そういうことも考えております、で排気ガス出しませんから非常にクリーンである、だから選手村競技施設、これは排気ガスを出すような車を一切入れないと。 いうような強力な環境政策を取っていきたいというふうに思いますし、まあ、そういう中で、自転車の利用ということも強力に進めてやる、シェアドバイスコールというようなことも考えていきたいというふうに思います。で、同時にですね、2回続けてパラリンピックをやるのは東京が初めてなんです。1964 1年のののの最初の第1回目の東京大会の時に 初めて第一回のパラリンピック大会が生まれたパラリンピックという言葉も我々日本人が作った言葉であります。で2012年のロンドン大会での CEO を務めましたポール・タイトンさんともよくお話をしますけども彼に言わせるとロンドン大会の成功の最も重要なレガシーというのは実はパラリンピックの成功であったんだというふうにおっしゃいましたけども私はやっぱり あのノーマライゼーションっていう言葉ありますけどノーマライゼーションっていうのは障害を持ってても健常者と同じような生活ができるバリアフリーをやるだバリアフリーも言葉のバリアフリー日本語がバリアフリーになるようだったら言葉のバリアフリーもやるそして今先般東京マラソンで新しいツールとして翻訳アプリ28か国に 簡単に翻訳できるアプリケーションを使ってやってみました。言葉のバリアフリーも残す。それから大事なのは心のバリアフリーであって、例えば東京都のトバスでノンステップバスを作ってますけども、しかしそれでもやっぱり車椅子、バギーを抱えたお母さん乗るの大変ですから、その時にどうしても日本人は非常にシャイなんで、なかなか人をこう助けるっていうのは思い切れない。しかし、みんなで助けましょうと。 そういう雰囲気を生み出して2020年のこのパラリンピック大会を契機に東京の街がユニバーサルデザインの街に変えるバリアフリーの街に変えるそして先ほどアプリの話しましたけど ICT 技術で技術を利用して言葉のバリアも取り除くそういう素晴らしい東京の街に変えていきたいし東京の都民ひいた日本国民も 心のバリアフリーを取り外すということをしっかりと考えていく、オリンピックというのは、パラリンピックというのは、人種、言葉国境、そういうものを超えての平和の祭典でありますから、ぜひですね、こういうことをやりたいというふうに思っております。多言語の表示をもういろんなところで今、始めてます。ですから そういう中でもですね、w i f i が使いにくいっていうのは、いろんなご不満が外国の観光客にごらいますから、w i f i 無料で簡単に接続できるように今やっていく、それからあそこに非常口のサインがあります、あれ、ピクトグラムって言います、あれ、最初作ったのよ、日本人なんで、これもですね、ピクトグラムをもっといろんな形で作って、目で見ていっぺんで、非常口とかトイレとかあ分かるようなことを、まあ、その他 例えば食材ですね、イスラム教徒の方、自分の宗教の信条で食べれない食材がある、ピクトグラムでパッと見ると、あこれは豚肉だなと、これは牛肉だなと、そういうことが分かるようなものを、すぐ分かるようなシステムでやりたいというふうに思っております。それからもう一つですね、東京の魅力、これ、東京の人間が気がつかないんですけど、水です、ウォーターフロント、この素晴らしさ。 私はベネシアに負けないだけの水の都が東京だというふうに思っておりますあのこの辺りも江戸時代は海,で海に近かったと思います日比谷公園ってなります日比谷公園っていうのは江戸時代は日比谷の入り江でした徳川家康が江戸を開城するときに江戸に来てからずっと埋め立てていってですから1600年から 400年以上にわたって我々は埋め立ての歴史をやってきたわけですけども素晴らしいウォーターフロントがあってウォーターフロントに教育施設がたくさんできますけども先般イギリスのケンブリッジ公爵殿下ウィリアム王子様ですけども来られましたんで羽田空港に着く着いてそこから羽田の港にお連れして船でボートで 東京湾をご覧いただきながら日本に上陸すると、でこの今映ってますレインボーブリッジ、この下で止まってみたんですけど、この眺めが非常に素晴らしい、それでその後 IOC も務められてますデンマークのフレディック皇太子殿下もお妃様も自分もやりたいということでお連れしてます、今そこスカイツリー映ってますね。で そのあこれ、今映っているのは、デンマークの皇太子さんですけどぜひですね、あの海外の皆様、お時間があれば、浅草に行かれてください、浅草行くと、スカイツリーは、わが現代技術の象徴であります、そして、その目の前には浅草寺、雷門、伝統です、その両方が見えます。そして浅草の これ雷門ですけどそのすぐそばに、えー、船着き場がありますから隅田川でクルーズに乗ってくださいそしたらその川下りをしながら東京を見ることができるできればスカイツリーに登って上から東京を眺める今度船に乗って下から東京を眺めるそして東京湾に行きますそしてそのクルーズは浜離宮というところで泊まりますこれは素晴らしい日本のお庭でありました、えーここに ウィリアム王様も王子様もご案内を差し上げましたで鹿鳴館の前に日本の明治政府の迎賓館だったのが遠慮館というのが浜離宮にありますこれを復元しますですからこれからおそらく日本に来る VIP の皆さん方はケンブリッジ公爵殿下のようにですねとにかく船へ乗せてくれとで船で浜離宮にまずご案内して で競技施設も全部見えますから、そしてハマ離級で、えー、例えば茶屋、今、茶屋を復元してて、3つまで復元して、いずれ全部復元します、そこでティーセレモニーをやる、そして遠慮間でレセプションをやる、えー、こういうことができますので、えー、ぜひですね、あの船の旅、周運ということをお楽しみいただければと思います。 これから水の魅力というのは本当に東京の大きな魅力になりますからあの例えば東京あ失礼です羽田駅から東京の都心に来るいろんなルートがあるんですけど船に乗って飛ばせば30分ぐらいで来ることができますまあいろんな活用を考えたいと思います是非、えー、ですねこの今映っている隅田川の川下りスカイツリーを情報に眺めながらあ楽しんでいただければと。 いいうふうふに思いますそれから例えば屋形船っていうのがありますからこれに乗られると夕食はそこで船の中でおいしい天ぷらを取りながら東京湾で釣った魚を天ぷらにしながら食べること東京湾の魚って非常にポリューションフリーで非常においしいものがございます、えーまあ、このオリンピック・パラリンピックの話をするとキリがありませんだんだん時間がなくなってきてますけどので次にビジネスで成功できる グローバルな経済都市にに東京すするという第2点についい第点つてお話をし,したいと思います私はやっぱり、この20年間のデフレーションで何が起こったか、世界中のま々に、例えば日本の金融機関、支店を置いて,て全部撤退して東京に帰ってきて、のみならず、シンガポールにアジアの金融の拠点が移ってる、こういうことではダメだめなの、とにかくバックツー東京、すべて東京に戻せていくんだ。 今、外国企業誘致ということを懸命に取り組んでおりましてあの、2013年度からその取り組みをやっておりまして、40社以上から東京進出の意思決定を得ておりまして、もう15社、そのうち15社以上はすでに都内でビジネス拠点を開始しております。で日本での今後3年間の投資額は約300億円になると見通しであります。 そして、国際的ビジネス拠点を作らないといけない、でこれは規制緩和をやる、えー、森ビルさんが作られた虎ノ門ヒルズっていうのがありますけど、大体いいビルっていうのは道路の両サイドに建てるものだ、その常識を打ち破って、道路の上に作る、道路公のものですから、土地代金ないんです、ある意味で。 まあこれ、立体道路制度と言いますけれども、こういうことをどんどんやっていきたい。そして、この3月に、首都高速の一部、中央環状線が開通いたしました。これは非常に便利で、私のオフィスは渋谷にあります。池袋ああります、池袋、新宿、渋谷、そして大井のジャンクションから羽田に行く。で、こ,のこれが道路なんですけど、最先端の技術を使ってます。火事が起こっても 横に逃げるることができる感染症病棟と同じように気圧の差があり、ま、をつけてありますから火や煙が避難路には来ませんそして安全性の対策をやっておりますでこれは18キロの区間において全部地下なんですけど高速道路18キロ飛んでるっていうのは世界で一番長いんですそして今までは私のオフィスの 新宿から羽田に行こうとすると40分かかってきた今19分で行けますさえ私のうちもこの沿線でありますからうちから羽田まで15分で行けるそしてオリンピックには間に合わないけれども JR さんが新しい路線を引きますから羽田から東京駅まで17分で行けます羽田に着いて17分で東京駅だとで私が羽田に着いたら20分後にオフィスで仕事ができると ここういういとをやったそして、これ、環状2号線、えー、失礼、その中央環状線ですけども、その中央環状線に沿って、その外に外環道、圏央道、同じような環状の高速道路を作りますんで、そのことによって、先ほど申し上げたように、東京は通過する車が入ってこない、東京の車の量が半分に減る、渋滞がなくなる。 先ほど申し上げました中、中央環状線のこのルート、これが通過し、通ったことによって、都心の高速道路に入ってくる車は5%、車の数5%しか減ってないんですけれども、渋滞の比率が40%減ったんです。だから今、皆さん、首都高速、すいすい走れるようになったというのが分かるというふうに思います。で先ほどの虎ノ門ヒルズに話をも戻しますと、虎ノ門ヒルズがある、 これがですね競技場のある湾岸地域に直結しておりまして、まさにこれはオリンピック道路と呼ぶにふさわしい道路でありまして、でこの両サイドも規制緩和で、えー、東京・シャンゼリゼ計画ということをやって、オープンカフェをここに作っていく、これも規制緩和でやりました、そして交通需要が豊洲あたりどんどん伸びてますから、鉄道を引くと時間がかかんで、BRT でやっていきたいと。 それから地下鉄日比谷線の虎ノ門の新駅を作る、バスターミナルを作ると、こういう計画を今やってますんで、大きく虎ノ門が変わっていくというふうに思います、そしてこういう規制緩和をやるために、国家戦略特区というのを設けてありまして、都心で10カ所の国際的ビジネス拠点を整備するプロジェクトが計画されてまして、日比谷竹橋、こういうところで具体的に動いております。八重洲地区でも 地下のバスターミナル、空港と結ぶ高速バスの発着場となる予定であります。それから品川リニアモーターカーの発着点になりますけれども、この品川駅、新駅も近くで近作りますし、舞鶴の拠点となる、大きくこの地域も変わっていくというふうに思っております。それから虎ノ門にです、ね、東京海洋ワンンストップセンター これを安倍総理と石破大臣とで、えー、今映ってますようにオープニングをいたしました、シンガポールでは3、4日で会社設立できるのに、東京だと20日もかかるじゃないかと、それはも,もういろんな役所に書類持って歩かないといけないんで、ここに来れば、ここでワンストップで全てできる、だシンガポール並みにやれますんで、ぜひ、今から東京で会社作るっていうのは極めて簡単だと。 いうことでありますし言葉の問題含めて、全力で我々がサポートをしていきたいというふうに思っております。そして、経済の一番大事な血液といえるのは金融ですけれども、かつてのバブルの時には、ニューヨークのウォール・ストリート、ロンドンのシティに比べて、株と上東京が非常に注目を集めてましたけど、東京がいつか消えてなくなって、バックチュ東京ということは、 ロンドン、ニューヨーク、そして東京の3局で世界の金融を動かしていきたいというふうに思っておりますので、東京に国際金融センターを作りたいと、今、作る準備をするし、また首都大学、東京におきまして、金融の講座を開くというようなこともやっております。それから、薬作り、はじめとするライフサイエンスも、このアジアのライフセンターの、そして世界のライフセンターのセンターを作る。 国際金融センターもライフサイエンスのセンターも日本橋を中心になると思います、それはすでにそういうところに企業の集積があります、えー、そういう思いでですね、えー、やりたいとと,ともに、今、福祉政策で、えー、保育所が足りない、高齢者のための施設が足りない、このお金をただ単に税金でやるんじゃなくて、官と民と組んだインフラストラクチャーファンドを作って、これで調達をしたいと。 いうふうふに思っております、まあ、そういう野心的な政策を、この国際経済都市東京としてやりたいで3番目に、もうすでに相当話しましたけれども、広域的な交通物流ネットワークの話であります、だんだん時間がなくなってきますんで、ちょっとスピードアップして、少し超過しますけど、お許しください。羽田空港、これは先ほど言ったように、羽田へのアクセス、いろんなルートを作るとともに、羽田空港のキャパシティを増やします。 で花田空港の上空を少し整備をして、えー、この、えー、地元とのお話し合いをしながら、都心上空も飛ぶと、えー、一部飛ぶという形でキャパシティを上げたいと、そして、もう先ほどは道路のお話をしました、そういう形で、ですね本当に実際に首都高速走ってみられれば分かりますけど、驚くようにすいすい走ることができます。私はあの 10時からスタートしないといけないんで、えー、いつもの思いで自宅を出たんですけども、30分早く着いた、そういう素晴らしい状況になっております。そして、あとですね、まあ、今、道路政策について申し上げましたけれども、今からの都市の作りは、かつてはモータライゼーション、50年前の東京オリンピック、モータライゼーションをやった、首都高速たくさん作って、日本橋のように鬱陶しいものができている。 これからはベクトルが違うんじゃないかと、ディーモータライゼーションをやりたい、つまり歩行者天国のようなものを日曜日だけじゃなくて、365日やっていく、例えば日本橋の中通り、丸の内の中通り、今度日本橋の中通り、この25日から始めますけれども、福徳人社があって、もう本当にショッピングしたいような街に車入ってくると危ない、そこをいつでも車を排除する、そういう。 街をつくこれがそうなんです見てください、本当にこう、こういうとこ、車入ってきていいのか、で、両サイドにありますから、商品の搬入なんかもさし支えない、ここでゆっくりウィンドウショッピングしたり、本当のショッピングしたり、食事を楽しむことができる、日本橋は大きく変わってます、コレドってできてますね、日本橋地域で初めて映画館があそこへできた、人の流れが完全に変わってきた。 ビジネスマンだけだったのはいろんな方が来る、そして映画見て帰らないといけないから、夜遅くレストラン街が栄えてくる、万能内の中通りもそうですよ、ティファニー含めていろんなブランドの店が出てくる、高級なフレンチレストラン出てくる、かつて万能内、500円とか300円の弁当買いに行く、しがない、しがない人は悪いんですけど、<laughs> サラリーマンが、なんかこう、あんまりかっこよくなくお昼も、昼回歩って今行ってみてくださいよ。 まあ、サラリーマンはしがないままかもしれないけども、奥様方がフレンチレストランでおいしいの食べてますからね、まあ、全く街の様子が変わってきた、まあ、こういうこともディーモータライゼーションの一つだと、そして先ほど言った自転車の利用ということも申し上げました。まあ、いずれにしましても、もっともっと話したいことはたくさんありますけども、えー、大きく東京が変わってきてるで、東京は非常に魅力のある街であるということでありますし、 このデフレーションというのは、物の値段が上がらない、ところが、今、たまたま私は税金の申告をしないんで、は1年に1回、えー、ちゃんとタックスペアとして見るんですけども、土地の値段が上がってましたね、タックスペアとしては、残念だなと、たくさん払わないといけないなと思ったんですけど、これは東京メトロポリタン、東京都庁の収入になりますから、まあいいかということでですね、えー、つまり、 アベノミクスの成果もあり、どうやらデフレから脱却できそうだと、昨日、GDP、年率で2.4%、そして、えー、2万円を超える大きな数字が出まして、時価総額でいうと、バブルの時を超えた500何兆かになりましたね。ですから、これが一つのシンボルですけれども、大きな勢いで東京は変わっている。 そして全力を挙げて東京としては、ですね今言った交通インフラ、福祉政策、観光、経済をやっておりますんで、これからもっともっと魅力がある、そして楽しい街です、歌舞伎を見に行ってもいいですし、美味しいご飯を食べてもいいですし、船に乗ってもいいですし、私はこれだけ魅力のある街はない、そして山がありますよ、ロープウェイで登らないといけない山は、パリにありません。 どどんどんにもニューヨークにもありません、そして、すべての食材が東京で備えます、IOC 委員の方が来た時に、私がおもてなしするのは、すべて東京の食材、魚、海産物、1000キロ先の小笠原も、我々の領土ですから、東京都の、何でもあります、それから果物も、肉も、あらゆるものがあって、東京のものだけで最高の食材を供給できます。 東京 X という豚のブランドがあるんですけどもこれはほとんどスペインのイベリ,アイベリコと変わらないで近いうちに東京の豚とイベリコ豚の姉妹豚関係を結ぼうというようなことをやってますけどこの豚を供したところ、まあ、イスラム教徒の方は食べられないんですけどその,その豚のしゃぶしゃぶの前に長蛇の列が来てすぐ売り切れちゃうというぐらいに国際的にも人気が高いんでそういう食の魅力もありますんで。